これが車体の材料になる鋼板です。鋼板はこうしてロール状に巻かれて製鉄会社から運ばれてきます。鋼板の長さは平均で 3-4km、 重さは7トンもあります。プレス工程ではまず鋼板の巻き癖を機械で直し、加工する部品の大きさに合わせ同じ長さに切断していきます。次に切断した鋼板を複数のプレス機で曲げたり打ち抜いたりしながら、徐々に車体の床面や屋根、ボンネット、ドアなどの部品の形に変えていきます。こうして出来上がったプレス部品は一つずつ検査をした後、種類ごとにまとめられ、次の溶接工程に運ばれます。溶接工程では車体の床、側面、屋根などの部品をつなぎ合わせて車の形にします。溶接は主にコンピューターによって制御されたロボットが行います。ロボットは腕の先についている2つの電極の間に流れる高圧電流で鉄を溶かし、鋼板をくっつけます。これをスポット溶接といい、溶接された点を打点と言います。鋼板をつなぎ合わせて1台の頑丈な車を作るためには4000点の打点が必要です。溶接工程が終わった車体をホワイトボディと言います。ホワイトボディは傷やへこみがないか入念に検査をした後、次の塗装工程に送られます。溶接が終わった車体はまず高圧のシャワーで細かなホコリや油をきれいに洗い落とします。次に車体を電気を帯びた塗料のプールにつけます。これを下塗りと言います。電気を帯びた塗料は鉄に吸い寄せられるので、塗料が車体の隅々に行き渡り錆びにくくなります。また鋼板表面の凹凸がなくなり、色ムラを防ぐことができます。塗装の第2段階は中塗りです。中塗りをすることで車体の表面はさらに滑らかになり、塗装の仕上がりが一層きれいになります。塗装のロボットは噴射ノズルがベルの形に似ていることからベル塗装機と呼ばれています。中塗りが終わるとようやく実際の色を塗る上塗り塗装です。上塗りは車の化粧のようなもの。あっという間に車体が鮮やかな色へと変わっていきます。塗装が終わった車体は塗料を乾燥させて色を焼き付け、細かな傷などがないかを入念にチェックした上で次の組み立て工程に送られます。エンジン部品には溶解炉で溶かした鉄やアルミを鋳型に流し込んで作る鋳造と、熱した金属を叩いたり伸ばしたりしながら鍛えて作る鍛造があります。さらにこうしてできた部品を削ったり磨いたりしながら精密な部品に仕上げることを機械加工と言います。こうしたエンジン部品の機械加工はミクロン単位で行われています。エンジンの組み付けは特に正確さが要求されます。一つのエンジンはおよそ1000個もの部品でできている上に1分間に7000回も回転しますから、わずかな誤差が音や振動の原因になってしまうのです。最後にエンジンに燃料を入れ確認と調整を行います。排出ガスは基準をクリアしているか、設計通りの性能が発揮されているかなどを慎重に確認しながら、
一台一台に最終的な調整を行います。確認調整が終わったエンジンはいよいよ出荷されます。それぞれのエンジンは車や出荷される国によって種類や仕様が異なります。トヨタでは組み立てる車の順番に合わせてエンジンを並べてから出荷しています。一台の車を構成する部品はおよそ3万点もあります。組み立て工場には選び抜かれた部品が世界中の部品サプライヤーから届けられます。部品サプライヤーは国内だけで250社に上ります。トヨタでは部品サプライヤーと協力しながら新型部品の開発や改良に努めています。ここはシートを生産している会社です。これはシートの表地を裁断する機械です。高級車用の革を裁断しています。無駄な部分が少しでも少なくなるように形を上手に組み合わせてカットしていきます。切り分けられたパーツは一つずつミシンで縫い合わされます。次に縫い合わせた革地をクッションになるウレタンと骨組みにかぶせます。最後に背もたれの部分と座る部分とを組み付けるとシートが完成します。出来上がったさまざまな色や形のシートは生産ラインで組み立てる車の順番に並べ、シートを組み付けるタイミングに合うように組み立て工場に運ばれていきます。こうして部品を作る会社と組み立てる会社が協力することで1台の車が完成します。組み立て工程では塗装ラインから送られてきた車体にエンジンやトランスミッション、窓ガラスなどの2000点に及ぶ部品をロボットと人間が協力しながら組み付けています。小さな部品や電気の配線など複雑で細かな作業は手先が器用な人間が担当し、シートやタイヤなどの大型の重い部品の運搬や取り付けはロボットが受け持ちます。また組み立てラインには働く人が少しでも楽になるように流れてくる車の高さが自動的に変わる設備や座ったまま仕事ができる専用の椅子を設置したりしています。組み立てが終わった車には出荷前の厳しいチェックが待っています。まず周りを明るいライトで囲まれたところでボディに傷やへこみがないか、部品が正しくセットされているかどうかを丹念に確認していきます。次に百数十キロのスピードでもエンジンから変な音や振動が出ないか、ブレーキやハンドルがきちんと働くかを確認します。さらにヘッドライトの角度を調節したり、排出ガスの濃度が基準値を超えていないかどうかを調べます。このような徹底した品質管理は人間の命を預かる車作りには欠かせないものです。最後にシャワーテストで大型台風並みの水しぶきを四方から浴びせて水漏れがないかをチェックします。こうした厳しいチェックをすべてパスした車だけが
お客様の手元に届くのです。